Ichiro Doku, Ezraki. ペルシアの王キロスの第一年のことである。主はかつてエレミアの口によって約束されたことを成就するため、ペルシアの王キロスの心を動かされた。キュロスは文書にも記して、国中に次のような布告を行き渡らせた。ペルシアの王キュロスはこう言う。天にいます神、主は地上のすべての国を私に賜った。この主がユダのエルサレムにご自分の神殿を建てることを私に命じられた。あなたたちの中で主の民に属する者は誰でも、エルサレムにいますイスラエルの神、主の神殿を建てるためにユダのエルサレムに登っていくがよい。神が共にいてくださるように。すべての残りの者には、どこに起立している者にも、そのところの人々は銀、金、家財、家畜、エルサレムの神殿への随意の捧げ物を持たせるようにせよ。そこでユダとベニヤミンの家長、祭司、レビ人、つまり神に心を動かされた者は皆、エルサレムの主の神殿を建てるために登っていこうとした。周囲の人々は皆、あらゆる随意の捧げ物のほかに、銀と金の器、家財、家畜、高価な贈り物を持って彼らを支援した。神の御言葉、神に感謝。Alleluia, Alleluia, Alleluia. Anata gata no hikari o hitobito no mae ni kagayakasinasai. Hitobito ga anata gata no yoi okunai o mite, ten no chichi o agameru yoni.Alleluia, Alleluia, Alleluia. Lukaniru Fukuin. Sono toki Iesu wa itobito ni iwareta. Tomoshibi yo, tomoshite,
それをツアーで覆い隠したり、寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように、食台の上に置く。隠れているもので、あらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず、公にならないものはない。だから、どう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。主の御言葉、キリストに賛美。